カデルリー・エヴァンスは、オーストラリア・ノーザン・テリトリー、キャサリン出身の自転車競技選手。1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年、1999年2000年、2001年、サエコ・マッキーネ・ネペル・カフェと契約。2002年、マペクイック・ステップに移籍。 2003年、テレコムに移籍。2004年2005年、ダビダモンロットに移籍。2006年 TT で強さを発揮するが、山も登れないわけではないという TT スペシャリストよりの典型的オールラウンダーである。ただ安定して上位には入るものの、何かしらのアクシデントや勝負所での負けにより1位が取れないという、レイモンプリドールに並ぶ、ミスター2位となってしまっていた。 もっとも在籍していたサイレンスロットのアシスト陣が脆弱なためエヴァンスが勝ちきれないと指摘する見方もあった。そのため2010年に BMC レーシングチームに移籍。移籍後はツールドフランスやその他の UCI ワールドツアー対象ステージレースで総合優勝を果たすなどミスター2を払拭している。初のステージ優勝での表彰台を経験する。 2009年ブエルタ、2010年ジロ、ツールと365日以内に行われたグランツールすべてで総合主位のリーダーチャージを獲得した。ありがとうございます。